清水康久、独走絵画道。幼い頃から絵を描くことが大好きだった私は、物を見て観察して描くことを非常に面白く感じました。きっかけは、両親によく電車に乗って遊びに連れて行ってもらった時、私はそれらの電車に興味を覚え、強い印象を受け、電車というモチーフの形や色彩の美しさに感動し、描くことを始めたのです。高等学校から本格的に始めた創作活動は、鉛筆画から木版画、水彩画、色鉛筆画、油彩画まで行ってきました。それからは多種多様なモチーフを自分なりに捉え、自分自身の作った夢の世界を表現化し描いてきました。私の描く生物画、人物画、風景画、イメージ画は自然や人間から感じ取り描いています。中でも電車をモチーフとした作品は、レールの上を走行する電車、その勇姿によって人々が人生をひた走る様、与えられた生命の喜びを表現しています。今後の活動としては、できる限り多くの作品を描き、発表することを主軸にしたいと思っています。私の目指す道、独走絵画道は、多くの人々の心に夢と希望と元気よさと気持ちよさを与えていきたいのです。私の作品を見る人々が勇気と希望を持ってもらい、活力を高めていただければ嬉しいのです。そして春夏秋冬を過ごしていく中で、人間社会の喜怒哀楽を垣間見て、この世の暗い出来事や問題をできる限り一掃していきたいという願いを、私の絵画作品に託したいと思っています。